つぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。こんにちは、食と心のデザイナー、つぶつぶグランマ由美子です。目覚めていきたい女性に送るつぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。命ってこういうものだよっていう本を書こうなんて言って始まったのが、こう命のもとは男と女だってことで、男と女をテーマに流れ出し、もうなんか話しきれないほどの話がまゆみさんと続いています。まゆみさん、はい、皆さんこんにちは。体クリエイトキラーカンの奥谷まゆみです。今週もよろしくお願いします。お願いみたいなのが突然だってさ先週すごい突然出てきてね、ちょ腸の話から、腸突然なぜ腸に行った。でもね、これ大事、うん、やっぱりこう貝、うん、ね、うん、やっぱり貝下がね、貝を感じる、うんうん、腸が貝を感じる、うんうん、だからそういうことが分かってないんだよね、うん、美味しいっていうのは下だけじゃなくて、うんうん、下もさらにこうこの辺の細胞も、うんうん、そして最後は腸が本当に美味しいって感じて、体中を巡って、で今度その巡った栄養を細胞が取って、細胞が美味しい、うんうんうん、だから美味しい美味しい美味しいっていうね、うん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 、私初めてだから雑穀食べた時に、うん、なんか細胞がね、波がね、こう体全体になんか美味しい波がこう押し寄せてるって感じがして、あ、なんか細胞が喜んでるとか言ったのね、うん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 、あれ、私そんなこと今まで一度も思ったことも言ったこともないことを何言ってんのっていうくらい、たった一つの本当にエネルギーのある本質的な食べ物を食べた時に、自分の中にある何かがポーンと開いた。わかる。あのさ、例えば今まで美味しいものを食べたりすると口が美味しい感じがするんだけど、うんうん、あのつぶつぶのご飯食べると舌から盛り上がってくるの、美味しい感じがぐん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 って違うでしょ、美味しいって感じ舌から来るなんかもうハモっちゃうね。いやでも本当そうでしょ。うん、わかる。なんかさ、こう昔は刺激だと思ったんだよね、うん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 、味覚って舌への刺激、うんうん、でも全然違うの。なんかもう体中がさ、うん、なんて言うんだろう、ふわって軽くなるっていうか、うんうんうん、こう満ちてくるんだけど軽くなって、うん、やっぱり美味しいとしか言えないような。あのさ、食もそうだけど何でもそうだと思うの、あの体が喜ぶってあるよ、ね、そうそう、その自分が本当にやった方がいいものとか自分に合ってるものに出会うと、そうそう、体がもうすごい細胞が喜んじゃってるみたいなのってある。そうそう、体が喜ぶってあるんだよ。あるあるある。でやっぱり体が喜ぶ方の流れに脳がこう、うん、うまくこの人、せっかく人間なんだからね、うんうん、体が喜ぶだけだと動物と同じだわけで、うんうんうん、この人間の持っている、うん、そのものを言葉作ったり表現したりね、うんうんうん、これをさ、この体ともうちょっと合わせて、うん、現実を見て、うん、反らせていけばいいんだよね、うんうん、そうだと。その時にさ、先週言ってた腸なんだけど、腸、うん、ね腸がだから美味しさを感じる一番がね、うんうん、舌、うん、でその舌、その次が腸だけど、うん、実は腸壁も舌もこう構造が似てるのは細胞膜の表面なのね、うんうんうん、細胞一個一個が美味しい美味しい美味しいっていうようなこう世界がある、うん、でも私たちはまず舌がもう麻痺してて、うん、で下を戻していくと今度は腸が増してきて、うんうんうん、でもよくほら腹を、日本人ってさ腹を決めるとか、うんうん、腹をくるとか、うん、腹を割って話すとか、うんうんうん、腹の意味もね、うん、顎でわかる。やだ、早く知りたい。歯と裏ってまだ来ないもん。まだ来ないでもあっと驚く腹、なぜ腹なのかっていう、そうなんだ、なぜ腹なのか。そう、あのさ
その腹、腹って言ったんだよ、ここここで女の人は子宮、子宮って言うんだけど、でも腸もあるんだよね、ここにね。そうそう、だからやっぱりその子宮骨盤、この間の放送の最後の方でちょっとその骨盤の中をクリーニングするって話をしたでしょ。であれはもともとね、古い生態の技術でね、油取り穴追いって技術があるので、うんうん、骨の際に、うん、変な名前でしょ、名前変な、ね、骨の際についたその油を取るっていう言い方をするんだけど、うんうんうん、まあそのいろんなこう自分の思いとか緊張とかってこう浅いものは体の表面にあるんだけど、うん、いつまでも持ってるとどんどん体の深部の方にその緊張が残ってくるのね、うんうんうん、だからこう古い緊張とか古い思いとかっていうのはその骨の際にギュッてこう固まった形での残るわけで、それをこう緩めていきましょうみたいな施術、うんうん、これを油って表してるの、うん、油って呼んでるのね、まあ、私多分骨膜の緊張かなと思ってるんだけど、うんうん、でそれを取っていくっていう、まあ、技術があって、うん、まあキラカンはほらうん、やってあげるんじゃなくてさ、体を作ってやっていくから基本的にはやらないんだけど、うん、ちょっと冬の間だけ期間限定でそれをやったりしてるわけ、うん、で今年はちょっとそれをたっぷりめにやろうかなと思って久しぶりにたっぷりめにやったんだけど、やってるうちにすごいいろんな発見があって、それ言って言って、そう、それお腹がさ、うん、お腹が硬い人はね、体もね硬い、それで健康でもないの、うん、で健康な人はやっぱりお腹柔らかいんだよ、柔らかいんだよね。でその骨盤からなんで、特に今年はね、その中でも骨盤をテーマに私はやったわけ、うんうん、もう体中やるんだけど骨盤を丁寧にやろうと思って、うんうんうん、骨盤に張り付いた内臓をちょっとこうどかすみたいにして、うんうん、それで骨盤の内側をその油取りっていうのをしていくんだけどね、うんうんうん、でだから今までよりもその内臓の感情を、内臓をどかして、そう、よいしょってどかすわけ、でそれがね、毒の内臓って、そうそうそう、結構ねグリエット入ってるだけだからちょっと上にどけましょうって言うと毒のね、ちゃんとでどかしてみて骨盤の裏側の方までそれこそ手が入るわけで、それで骨盤の内側を掃除してあげて、またね内臓を元の位置に入って戻してあげるっていう面白いことをやってたの。じゃあ骨盤の骨膜についてはなんかそういう緊張とか古いこう意識のなんか詰まった滞りだよね。そう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 。うんうんうん、でそれをがすごく良くて、それをやるともうものすごい体が軽くなったり、なんかすごい変化が多かったから、面白いなと思ってちょっとやって、うんうんうん、やってて、まあ、骨盤のクリーニングだけこれからちょっとやっていこうかなと思ってるんだけど。骨盤結構広いよね。いやこれがね楽しいの、もう本当にね、はい、お片付けしてお掃除みたいな感じがすごいで、体もすごく嬉しい。腸はどかすだけでいいの？うん、腸もね、どいてくれへんの、こうやってどいてってやるから。で、どかしてあげようとすると、その人のさ、なんていうの、体の使い方の癖によって腸の凝りがあっちこっちにあるわけ。ああ、腸も凝ってるんでしょ？すごい凝ってるの、うんうん、で、子宮も凝ってるし、うんうん、この人内臓どこ凝ってるかなっていうのが分かるぐらいの感じなわけ、うんうんうん、もうこれが楽しくて楽しくて、これってこうしたりもしないけど分かるの？ほんとね、いや本当にね、こう骨盤のへりから手を入れ て骨盤の中身をよいしょよいしょってどかすの、うんうんうん、結構入るんだよね、体って入るの、いろいろね、鎖骨とかとか、そうなの、結構入るんだよね、なんかね、本当になんていうのかな、パズルはめ直してるみたいな、あらあら、うんうん、肝臓こんなとこに行っちゃったか、はい、肝臓持ってるとこに戻しましょうねみたいな感じ で、お片付けをする感じ、内臓を、あ、いいね、それ今度やってあげるよ、すごい気持ちいいよ、やってほしい。でもそしたらすごい腸と仲良くなってきちゃって、うんうんうん、あ、腸凝ってんだねなんていうのが分かってきたり、うんうんうん、そう、腸に興味が湧いてきたんだよね、うんうんうん、まあ、それもあるし、そのまつりこちゃんの本もあったりとかして、まあ、腸に聞いてみるかっていう習慣をつけるようになったら、うんうんうん、すごい答えてくれるの、腸って。でしょ、で今までなんで話しかけなかったんだろう、直感ってこっちなんだよ、こっちだった。でさ、お腹が空くのもなんとなく胃のあたりがお腹が空いたなって思ったんだけど、今は胃が空になったとかっていう、胃が軽いなっていうのとお腹が空くは違うっていうのが分かって、胃じゃなくて、あ、胃は、はいはい、一応両方の話は聞くので、胃はどうなの、ちょっと今お腹空いたって思ってるよねって聞いといて、で、腸さんどうって言って、腸も、お、俺もって言ったら食べるようにしてるで、胃の意見と腸の意見とまとめてちょっと聞くようにすると、そうだ、ね、胃はどっちかっていうとさ、うん、もう何しろそれをギューッとこうして押し出す役だから、そうそうそう、だからそのなんていうのかな、うん、キューっていうのが割とはっきりしてるから、そうそう、感覚として分かりやすいけど、腸ってそこまで派手じゃないから、ね、だから胃は空っぽ状態も嬉しいんだよね、うん、意外と好きなのね、そうだってさ、いつも働くよりはね、うん、そうだよ、あ、軽いって思ってるもんね、でしょ、うん、でも腸は全部とつながってんだよね、腸の細胞って全身の細胞と腸壁の細胞がこう
テレパシーっていうかで、ね、つながってて、うん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 、だから本当に食べたいかっていうのはやっぱり腸しか知らないから、そで、ね、間違えてちょっと違うもの食べたりするとね、それじゃなかったんだよって言われるの。すごいじゃん。いやもうみんなもねだバカじゃねと思ってるかもしれないけど、もう騙されたと思ってね、ちょっとどうよ腸って聞いてみてほしい。でさ、その直感で生きる、うん、これも男と女の違いだよね。そうだと思う。男はどっちかというと理論とか、うん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 、そういうのでどうしても生きやすいじゃん。うんうんうん、でも女はやっぱりこう理屈抜きの、何でしょう、子供来ちゃうしね。そう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 。だから直感っていうのは、うんうん、で特に子宮の中で子供がいるってすごい経験じゃん。うん、そう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 。それによる直感っていうのがね、うん、日本人の言う感。感を、うんうん、あだからそれがさっき言った感じゃない、うん、あったかい方へ行くとか。そうだよね、そうだよね。なんか感っていうとすごくこう、そうそうそう、難しいもので、超能力ってみんな思っちゃったりする。違うの、そうじゃなくて、私に役に立つか、そうだ、立たないかっていう、そうだよね、美味しいかあったかいかみたいな、そういうぐらいのことなんだよね。美味しいかあったかいか、まずいか寒いかっていうことを、うんうん、生きられるか生きられないかみたいな。生きられるか生きられないかね、うん、ここで命を終わりたくないっていうためにこの感ってあるんだよね、うんうん、そうだよね。だから勘をさ変なとこ使ってもダメなんだよね。うん、なんだろう、なんかその、 あの扉の向こうに誰がいるか投資するとかそういうことじゃなくて、だってそれ生きるとか生きないとか関係ない。関係ないもんね。そう、だからそんな勘いらないで、別に。別にドア開けりゃいいんじゃない。そうそうそう、10円玉の裏か表かとかそんなの全然分かんなくてもいいのに、死なないから私たちそんなこと分かっても。ね、10円玉ひっくり返せば分かるんですね。そう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 、じゃなくて、その生きるってためにことに直結している知恵だよね。そうそうそう。そうそうそう。それが勘なんだよ。わかるわかる。めちゃくちゃよくわかるわ。なんで勘というのか、またほら教えたくなっちゃうけど、そうじゃダメなの、やっぱりね、一人一人があの読みながらこう、うん、頭をこう掃除して、やっぱ頭もささっきで腸とないんで掃除していかないと、うん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 、だから情報ただ単にね、あのよく言う今の形で、うん、これがなんだ資料とかデータ、うんうんうん、知識だと思って読んじゃうとね、うん、ダメなのあれ、うん、あそうだね。だから、まあ、週1回一人一人にこう、うん、繰り返しで繰り返し前のだからすごい量も少なく、うんうんうん、で何度も何度も単純に、ね、行間とかがすごくいい。そうあれが大事なの、ま、間が一回ね、あの読みにくいですとか、あのプリントアウトすると、うん、そのもったいないですとか、あそっかで読みにくいですって言ってきたので、うんうんうん、いやあの普通に読みやすくすると、うん、知識として読んでしまうので、すごくわかる。だから多分その読みにくいですって言った人は知識としての読み方に慣れちゃってるから、そうそうそう、だからそれもわかるんだよね。わかるわかる。だから、うん、あのそこはちょっと今はそう思うけど、うん、ちょっと違和感があるかもしれないけど、慣れてみてくださいみたいな感じで、うん、あのでも私はあの間がすごく好き。いいでしょ、うん、あれもね一個一個考えてるの。わかる。私もね文章を書くときすごい行間、まあ、すごい考える。そう、すごい考える私。どこでせな、ね、なんだろう、それも頭で考えるんだけど、感覚的に気持ちのいい感じになるように、すごい考える。1回分ってね、うん、書き上がっても何度も何度も、うんうんうん、こうよりシンプルな方に、うんうんうん、よりこう勘違いが起きないようにっていうのでね、すごいやるんだけど、でもそれをするってことは別にみんなダメで、私の頭がねそのおかげでどん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 楽になるって、うんうんそうだよね、自分がもう自分それ気持ちいいしね、自分がね、そうそうそう、うんうん、でも勘たらさまだ本当にちょっとしかやってないから、うんうん、ジグソーパズルってわかるよ、1000ピースもあるジグソーパズル始めた時ってさイライラしない？する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 、これどこに何やってるのかわかんない、ね、何が出て、うんうんうん、特に絵なんか知らされてなかったらわからないじゃん。そうだよね、うん、だからそう特にさこのワゴってさこの宇宙本当に根源のこう感を取り戻す、うんうん、その立体ジグソーパズルなのね、うん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 、で最初はさねあーとかまーとかしか知らないわかんないわけだから、うん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 、だからこうなんて本当にジグソーパズル、もう1000ピースもあるどんなのができるかわからない、うん、ジグソーパズル始めたつもりで取り組んでねって、うん、今お返しするようにしてるの、うん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 、そしたら結構みんなああ、うん、みたいな感じでちょっと頭ほぐれて、うんねうんうん、だから同じものを見ても感だ、特にでこの感は女の方が、うん、そうだと思う。男はどうしてもその現実を作っていかなきゃいけないし、うん、現実はやっぱりこう結晶的に物質っていうのは生命と違うから、うん、あの結晶的なパターンでできているでしょ、うん、そうするとそういうものを加工したりなんかしたりしてことをやっていくっていう頭と、うん、この命っていう自分で勝手に治っていくようなものを扱うっ
ていうのは全然やり方がだから言ってたじゃない、うん、第1回目、うんうんうん、1月最初の時やり方が男と女はね、そうそうそう、生きようというところ、そうそう、生きようっていうのは同じなんだけどやり方が違うんだよね。なんでやり方が違うかっていうと、うんうん、女性は命を司る、うん、男性は物を司る、うん、そうなの。それでさ、私はさ、その体を見る、体から情報を拾うじゃない。で、あ、この人は例えばすごく勘のいい体だなと思うと、勘のいい体の人ってどんな体なんだろうというふうにこう見るわけ、うんうんうん、でそれがさ、情報、自分の中のデータとして蓄積されてくると、あ、勘のいい体っていうのはこういう体の傾向があるんだなってだんだん分かるようになる。それいいね、それを知りたい。勘のいい人の体っていうのは、例えばさ、いいよ、体の変ばかりして、そう、私の変だから、あの、例えば体で言うと、椎骨で言うと腰椎4番っていうところが大きいの、勘、うん、のいい人は、勘のいい人は、でそれは大きいっていうのは骨がでっかいわけじゃなくて、4番っていうところをすごくよく使ってるってことなんだけど、うん、そうすると大きく触った感じがちょっと大きく感じられるのね。で4番ってどういうところかっていうと、生殖器のリーダーさん、うん、やっぱ生殖器の働きと勘ってすごい関係がある感じ。あるんだよ、そう、あ、すごい、めちゃめちゃあるの。で、あとはその4番っていうのは生殖器の伝達 その神経のリーダーさんでもあるんだけど、うんうんうん、動きとしては骨盤を開いたり閉じたりする上手がいでもあるのね、うんうん、だからあの妊娠だったりとか出産だったりとか、うんうん、ものを例えばドッジボールでバーンってボールを上手に役もしてる、ね、そうそうそう、バーンってこうボールを投げた時にこう受け取るみたいな格好あるでしょ、うん、その時に4番すごい働くっていうところ、ああ、だから本当にそうそう、ボールの、そう、お腹の中にポンってこう受け取る時のあの動きっていうのは、それは結局育む動きと同じなんだよね。ボールを受け取るのと赤ちゃんがポンって入るのと、その中で育てていく感じってすごく似てるので、ね、よく私だからね、ドッジボールでその骨盤の感覚を思い出そうってやったりする。いいかも、なんかワークやりたいね。そう、ボールをポンって受け取った時の感じって、うまくさ、スポッてドッジボールでボール取れた時ってすごく気持ちいいじゃん。いいよ ね、 ね、スポッてね、スポッて入った時って自分がヒュッて下がってポンってくるって感じ、ね、うん、そうそうそう、逃げるのじゃなくて、あ、たまたま頑張って受け止めてみたと思ったらすごいスポッと入る感じの時あるよね、はい、うんうんうん、あの時がその4番っていうのを使ってる感じなんだけど、面白い、面白い、それ面白い、うん、それが観音人の体なのね。で4番って、まあ、もちろんその使い方によって、そのしっかりしてる人とそうじゃない感じになるけど、うんうん、もちろん使い方を変えていけばどんな人でも4番しっかりしてくるんだけど、ね、うん、でも男と女を比べると女の人のが圧倒的に4番がしっかりしてる。あ、そうだよ、だからそれは勘の人だ、ね、そうで、男の人は4番が大抵ちっちゃい。あ、で男の人でもこの人珍しく、なんかこう発想が柔軟で、あの感性が、勘がすごいなと思うと4番がでっかい、男でも、そこでもね、うん、で男の人はでも往々にして4番が小さめだから、それを補うようにして1番と5番っていうのがすごい働くんです。前おっしゃった、そうそう、ね、前やったやつで、1番は頭を使う、あ、そうだ、ね、脳を使う、でも知識だよ ね、うん、知識ね。で5番はその体を動かす、うん、肉体労働、そうだから男は頭と体を使って、そう、勘を補ってるんだよ、足りない部分も、そうそう、女性とは違う働き、だから働きが違う、違うの、そうそう、違う、違う人間にさ、うん、女性がね、うんうん、自分の価値観だけを押し付けていくのも良くないし、うんうん、そうそう、あなたの幸せはこうよって言ってもやっぱ無理なんだよ、無理なんだよね、うんうん、だからやっぱり男性がどういうものかっていうこと、うんうん、そして自分、女性ってどういうものかって知るって、うん、すごく良くない、すごくいいと思う。だからやっぱさ、男の人にさ、だってこれいいと思わないで、やっぱ済ませられない、ないものが、この人は分かんないのもだ、その感が全然違うんだもん。うん、だからそれでなんで分かんないのって、それは分からない、違うもんだからね。そこが分かればね、分かんないくて普通だって分かれば、そう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 、女性のイライラはどんだけ減るかって、そうだと思うよね、うん、なんでこんなこと分かんないのかしらっていつも悩んでるもん、ね、うん、そう、あとはどうして分かってもらえないんだろうってよく思うけど、分かれないわね、分かれないんだもん、ね、分かれないもの同士が、あの、ね、分かろうとしながら一緒にいるとか、すごく面白さだから、うん、そう、だから分からないことを楽しまなきゃいけないんだよね、うんうんうん、だから面白いし、そこにエネルギーが生まれる、そう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 、そう、分かろうっていうエネルギーとかね、うん、そういう、でも本当にね、この世界の始まりはさ、うん、2つの正反対なものが生まれたことによって、うん、想像って始まったんだよ、だから想像イコール正反対のものが
合体する、うん、これ結び、うんうんね、日本語では結ばれる、うん、紐とかね、うん、正反対別々のものが正反対の性質のものが結ばれた時に初めて創造が起きる、うんうん、だからこう官能生命体である女性と、うん、さっき言った頭と体で現実を作っていく生命体と、うんうん、これがやっぱまず自分を理解する、うんうん、それから自分でない性はどういうものかを理解する、うんうん、これがさなんか世界をひっくり返す始まりなんじゃない。そうなんだよね、だから今回だこと女になったんだよね。みんな違うこと期待してたでしょそういう話も得意だけどね。そういう話もなるんだけどもうちょっと前段が必要なのね。そうそうそう、でも元々のはここの働きだから、そのそれこそセックスっていうのはその中の現象の一つでしかないので、そうだよね、面白い。でもこの4番妙水のことは何度も聞いてたけどね、勘、うんうん、か、そう勘なんだよ、そうやっぱり見るとね4番伝えたいけどね、待っててね一個一個、うん、やっぱり仕組みって必要なんですよ、場が、うんうん、場、もう一つは場っていうのがあって、全て場なんですよね、この生命っていうのも、なんかいろんなほら実は素粒子が集まってるだけの場でしょ、体ってね、これまゆみさんっていう場なんですよ、ね、うんうん、じゃ何が場を集めてるかっていうと、まゆみさんの意識、自分の意識私というこう意識体が私という場を集めてるから私になって、まゆみさんになってるわけだから、こう全く今までのこの正反対にこう頭をひっくり返すには場としての体っていうのを、でもそれをさ、まゆみさんってなんか勘で呼んできたんだね。そうかも。やっぱその自分の私って思うっていうのがよくわかるんだけど、私時々私をばらけてみる時があるのね。なんていうんだろう、わかる、あのさ、場の空気を読む時って場を広げてる感じしない？そうそう、だからもうバラ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 ってやせるよね。だから同じでも、あれじゃない、こう場の空気読めない人はね、あの意識の位置がこのぐらいの場所、こんなちっちゃいわけ、意識がこのぐらいだから自分も見えないし外も見えない、でもまあこれぐらいになるとちょっとは見える、だからこう場か意識の、だから本当に意識が大きくなれば、例えば結構わかんない裏側のこととか、自分がね、例えばワープやってて、自分はやってないけどスタッフがやってるものが見えたりするでしょ。そうなんだ、例えば私はキラカンにいるときは自分のキラカンフロア全部を自分にちょっと広げてるのね。そうそうそう、だからあの自分はこっちで体レッスンをやってるんだけど、あっちでやってる体レッスンやってるスタッフのことが分かるもん。全部見えるでしょ、だからそのスタッフに向かって、あ、このやり方やってあげてって言ったりするから、そうそうそう、だからびっくりするわけよ。びっくりするでしょ。そうそう、でも私はこうなんていうのか、自分の境界をなくすみたいにして自分を部屋の大きさに広げてるから、待って、だからさ、この物質的な、これはある程度限界があるんだけど、その場、特に意識の場っていうのはさ、変幻自在なの、でそれの広げ方がみんな分かんなくて、どっちかって縮こまらせているでしょ、だから場を広げると自由になるんですよ。分かる、だって全部見えるんだもんそうだよね、そうだから、よく私それをね、あの教えてる時には自分の皮取っちゃってみてくれる皮取ったらバラバラバラってなるから、皮取ってその部屋の全部の空気を味わって、一個感を味わうと、その部屋全部のことの感じが分かるから。そうなんだね、だからこういう目でさ、こんなね潜望鏡みたいな目でさ、ここ見てここ見てってすごい忙しくない？そう、忙しい忙しい、で全然ここ見てたらこっちをさ、なくなっちゃうし、ここ見てたらこっちが見えなくなっちゃうけど、でも場を広げちゃうと、で全細胞にね、実は目もあるし、みんな感じるわけじゃん、ね、手だってね、私昔麻雀とかやってて、あ、親指でなんで文字読めんだろうなるんだよ、人って、いろんなことできるようになんない？こう、だからそういう感じで、実はたまたま代表して目がやってたり、たまたま代表してるけど、だって全部知ってるもん。例えばそう、ペンを取ろうと思ってる時は目がやろうとしてるわけでもなくて、手がやっぱりここにペンを持つって知ってるから、あるから、そうそうそう、やっぱり目みたいな役割をしてるんだと思う。してるしてる、だから料理も思うけど、やっぱりね、見てる人って結構上手に切れないよね、野菜とかをギューって見てる、見てなくて、この場を広げて、これがこんな風に切られてるってイメージを持った人は、なんか大して見てないようだけど、シュシュシュって切れる。そうだよね、だから目って、ね、大事なんだけど、でもここだけじゃないよ、ここ目玉だけじゃないよ、ダメなんだよね、全体として 目でその
集中器官として目を使えば、うん、だから耳とかもそう、うん、全体として耳っていうか、うん、だから私なんか今山形とね行ったり来たりしてるけど、うん、ほとんど両方にいる感じだからね、うん、全然その感じないんですよね、うん、距離って、うんうん、分かる、すごいよく分かる、ねうん、なんかどんどん出てくるね、そうだね、意識だよね、うん、ジャパって何かって話もそのうち、そうだね、聞きたい、話したいね、腹と場はね、うん、似てるでしょ、歯、うん、の仲間だし、うん、かそんなことが分かっていくとさ、あ、そしたらさ、私たちもっとすごい、うん、ね、そのこれ和語レッスン終わった、うん、来年ってさ、うんうん、どうなっちゃうんだろうね、私たちの話どうなっちゃうんだろうね、ね、なんかワークやりたくなってたねということで今日ももうどんどんぶっ飛ぶ話になったけど、ちゃんと本筋にも合ってるよね、うん、男と女合ってるよ、うん、合ってる合ってるもっと根底なところでも今日はほら腰椎の話なんかもしたし、うんうん、腰椎もできたしね、でもそうか、凝りが骨膜に凝りがあるって本当に思うんだよね、うん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 、だから真面目って言ったからよく言ってたでしょ、自然食の人嫌うんじゃないけど、うんうん、真面目とか思ってる人たちが結構凝りを残して病気になっちゃう、そうなんだよね、もったいない、もったいない、そんな一生懸命生きてるのにさ、ね、だからいかになんて、でもそれはこうデタラメじゃないんだよね、うんうんうん、そうだよ、だから決してその今度真面目やめようって言うとね、みんなデタラメになっちゃうんだよね、そうそうなんだよね、でもデタラメじゃダメだ、ちゃんとさその命の法則がちゃんとあるから、あるからそれに合わせてなんかね流れに乗るように乗っていくだけなんだけど、でも根底にあるのは本当にあったかいと美味しい、まあ、本当にそうだと、そうでしょ、うんねえ、うん、だから手触られてもすごいちゃんとさ、うんうん、あったかい、うんうんね、でやっぱり体があったかい人はエネルギーくれるし、うんうんうん、キリがない、ね、とうとう3週目も盛り上がっちゃった、ね、まだまだいけそうだね、本当だね、ねえ、なんかこう今月はまつりこさん来れなかったけど、うん、来月もっとどうなっちゃうんだろう、そうだね、楽しみ、まだまだ続けたいね、うんうん、でもまだ来週、うん、もう一歩進んだ話をしたいと思うので、はい、ね、また楽しみにね、ありがとう、ありがとうございました、ありがとうございました。今日のつぶつぶニュース、来週1月31日土曜日はつぶつぶグランマ由美子講師による子育てセミナーを開催します。命の力を信頼した子育ての極意をのびのび子育て経験が豊富な由美子がお伝えします。つぶつぶの子育てセミナー、その名も未来創造セミナー新1、1月31日土曜日開催です。詳細はつぶつぶホームページへ。